皆さんこんにちは、サルです。今回はね、商品レビューになります。先日カインズで購入したキャプテンスタッグブロンズキャンドルランタンとなります。卓上用に最適、専用キャンドル1個付きという風になってます。キャンドルを使用しますと、で、燃料交換も簡単で1個で約4時間の使用が可能です。置いても吊り下げても使用できるといいですね。で、使用方法は持ち手を軽く内側に押しながら傘を取り外して、で、持ち手を倒してホヤを取り外しキャンドルを本体にセットすると。簡単ですね。で、マッチなどで点火しホヤ傘をセットしてください。途中で消火する場合はホヤを取らずに炎を上から吹き消してくださいということみたいです。はい、あとはね、注意事項です。火器になりますのでね、必ず、読んだ上でね、ご使用ください。注意、取り扱いを誤ると負傷または物的損害が発生する可能性がありますよということでね、まあ、細かくはね、今全部は読みませんが、テント内で使用する場合は何たらとか、まあ、平らな場所にね、置いてくださいねとか、まあ、燃えやすいものがあるものはどうこうですよとか、吊り下げて使用する場合は持ち手を熱に弱いものに直接かけないでねとかね、まあ、消火後しばらくは、熱くなってますよとかっていったことですね。演出材質は本体の傘の部分が鉄でブロンズ仕上げ、ホヤはガラスで耐熱が130度となってます。サイズはね、外径が103mm×高さ 175mm、 重量が 150g でキャンドルを含むと。付属品はキャンドル1個ということになります。キャプテンスタッグ、親会社がね、パール金属のアウトドア事業部ということでね、これ購入した理由はですね、もう、カインズにね、その見本が置いてたんですけど、まあ、ほぼ一目惚れですね。ということで開けていきます。はいはい、こんな感じですね。素晴らしいね。なんか破れてますけどね。こんな感じですね。はい、可愛くないですかこれ。これね、このシンプルなね、形がね、何よりですよ。こういうものっていうのはね、とにかくシンプルなものがね、一番好きです。はい、じゃあちょっとね、これが専用キャンドルの一つですね。開けていきます。ランタンですからね。まあね、いろんな、凝った仕組みだったりね、ちょっとこう高価なね、ものなんかがね、増えてきましたけどね、まあ、本当にシンプルで安くって、キャンドルを灯すだけと、まあ、この潔さがね、私はね、とっても好きで、購入しました。美しいです、美しいです。なんかついてる、なんだろう、ちょっと拭いてやりましょうか。まあ、こういうのもね、味なのでね、全く気にはなりません。まあ、ホヤがね、割れてたりとかするとあれですけど、ちょっとこうね、曲がってたりくすんでたりするぐらいの方がね、むしろね、いい感じです。そこはね、こんな穴が開いてます。ちょっと変わってますね。はい、で、先ほどの説明書通りホヤを取り出して、ホヤじゃないね、傘を取ってこれを倒してここを開けて、で、こいつ専用のキャンドルを入れます。はい、で、火をつけるんですね。ではね、今スマホで撮ってるんですけど、照明がね、LED だけにしましたので、これでね、確かめていこうと思います。じゃあ点火。ちょっと笑っちゃいますね。なんだろう、この芯がね、倒れてね、ロールの中にベチャって入ってるんですけどね、そのせいかな。
ちょっと最初ロウを溶かしてやらないと火がつかないかもしれませんね。4時間っていうことですから、燃焼時間はね、例えば夜のどうでしょうね、今だったら冬ですから5時ぐらいにこれを灯すと、まあ9時ぐらいまではついてるよっていうことですよね。まあ、真っ暗闇の中でね、このキャンドルランタンだけでは、まあ、普通はねキャンプとかしてると明かりが足りないのでね、まあ、おすすめはね、あのヘッドライトをつけることですね。手元が明るく照らせるのでね、私はそういうスタイルが一番好きです。昔はですね、コールマンのね、あのガソリンランタンとか持ってて、めちゃめちゃ明るいんですけどね、ノーススターっていう。そういうのをね、あのランタンハンガーで、まあ、2メートルぐらいの高さに吊るすと、まあ、周囲ね、どうでしょうね、4メートルぐらいはね、めっちゃ明るいんですよ。これつかないですね。ちょっとなんだろう。ちょっとこれは、ろうそくが悪いかもしれませんね。ちょっとライターを買います。はい、先ほどの続きです。でね、ノースターとか使うとね、めちゃくちゃ明るいんですけど、まあそれはそれでね、あのファミリーキャンプとかグループキャンプだったらいいんですけど、どっちかっていうとね、ソロの場合にはね、もう暗闇でキャンドルランタンだけでね、夜を過ごすっていうなのがね、お通なんですね。なので、そういうものがね、いいな、ちょっと暗いなっていうね、それを感じながらね、やるぐらいの方が私は好きです。どうしても食べ物なんかはね、明るくないと美味しくなかったりするので、まあ、そういう意味ではね、ヘッドライトはあった方がいいんですけど、ヘッドライトがあればもう十分ですね。ヘッドライトもね、あんまり明るいものじゃなくてね、まあ虫とかもやってきても嫌なので、普通に100ルーメンぐらいあればね、手元照らす分には十分ですね。めちゃくちゃつきにくいですね。初めてろうそくに火をつけるので苦労しました。普通に薪に火をつける方がね、よほど簡単ですね、これ。すごいね、なんか不良品かなって思うぐらい火がつかないですね。ついてないでしょ、これ。ちょっと暗くしてみますとね、ほら、全然ついてない。いやー、一回切ります。はい、ではね、撮影再開します。これ初めて行ったキャンプ場でね、これを開封して今みたいになったら結構嫌でしょうね。何事もね、こう事前に準備することが必要ですよね。はい、立てます。芯です。なんでしょうね、ろうそくでつかなくて苦労すって、これめちゃくちゃ表面溶けてるのにね、すごいことですね。はい、ではこれでもう一度つけてみます。はい、ようやくつきましたね。ちょっとね、見えにくいのでライトを暗くします。あ、遠ざければいいのか。あ、見えないか。やっぱりスマホのカメラで、あ、いけますね。スマホのカメラでもいけましたね。こんな感じで、ちょっとね、見にくいかと思うんですけど、もう一度ちょっとライトをつけます。はい。で、このホヤですね。これをかぶせてやります。まあ、外なんかでね、風が吹いてもね、ホヤがあればね、消えませんので。はい。で、傘をかぶせて、出来上がりですね。じゃあこの状態でね、ちょっと暗くしてみましょうか。お、いいですね。いいですね。これはいいですね。はい、キャンドルランタンです。ちょっとね、ランタン斜めにしちゃうとね、ろうが垂れちゃうので。あんまり斜めにできないんですけど、スマホを持ち上げてみましょう。はい、見えますか？こんな状態。
手で持つと手がね、ろうそくの炎がね、直接上がってくるので熱気を感じます。まあまあ強い熱気です。うん、そんな熱くてたまらないってことはないですけど、おそらくね、どうでしょうね、夏15分ぐらいこの吊るした状態にしてると、多分この今私が持っているところ一番上はね、かなり熱くなると思います。だからね、持つときにはなんかこう、その遮熱対策をして持たないとね、やけどするかもしれません。はい、いいですね。これね、スマホだとちょっとね、分かりにくいんですけど、テーブルに置くとね、こんな感じです。ちょっとライトつけてみますね。どんな感じかっていうと、はい、こんな感じ。何もない方が分かりやすいよね。はい、スマホをね、高さを下げてね、角度を上げました。このブロンズランタン、ブロンズのね、輝きがね、かっこいいです。わかりますかね、このブロンズね、わざと色がね、途中でなんか変わってるんです。おそらくね、なんでしょう、塗装してるのかな、薄く塗装して、で、何かね、ヤスリじゃないですけど、そのようなもので削ってこう銅の色を出してるような、まあ、実際には削ってないんでね、その塗装の仕方なんでしょうけど、すごくね、趣のある感じになってます。この辺りもそうですね、明るいところとちょっとこう暗いところとね、感じが違っててすごくいいです。いやー、これはね、いいと思いますね。なかなか感じいいですね。これでね、ちょっとこうキャンプとか行ってね、一晩これだけで過ごしたいですね。まあ一晩って言っても4時間しかね、もうキャンドルが持たないので、実際にはキャンドルの2つか3つぐらいね、途中でね、交換しないといけないんですけど、まあ全然ね、いいんじゃないかと思います。ちなみにね、これがね、予備で購入してきたキャンドル6個組、アルペンランタン用キャンドル6個組、鹿番町のね、純正品、燃焼時間が約4から5時間って書いてますね。まあ、環境によってね、5時間ぐらいっていうことがあるのかもしれませんね。はい、裏側にね、説明をいろいろ書いてますけど、まあ先ほどと同じですね、火器を使う製品なので火傷や火災の危険があるので注意してくださいというふうなことが、まあメインですね。これもね、6個入っていくらだったかな、ちょっと後で出しときますので。ただね、そんな高いもんじゃないです。これ6個ありますから、まあ一晩でね、3つ使うとしてもこれで2晩使えるっていうことですよね。はい、それからこちらがですね、セリアで買ってきた P ライトキャンドル、こっちはね、12個入って110円ですね。パラフィンが 100% の、燃焼時間が 3.5 から4時間っていうことです。はい、無香料タイプで、これもね、おそらく使えるんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、試してみたいなと思うんですね。炎の大きさをね、まずちょっと確認してください。現在は鹿番町のね、純正品のろうそくになります。一回暗くしますね。はい、これがね、純正品のろうそく。なんか炎がね、割と小さいですね。以前河原に行ってね、ポケストスタイルでね、セリアのね、ろうそくを、実験的に燃やしてみて、で保温ができるのかなんてやりましたけど、あの時の炎の大きさとね、実際似てますね。めちゃめちゃ小さいですね、炎が。どうでしょうね、目測ですけど、1センチ、炎のね、下から上まで1センチないぐらいかな、8ミリとか、目測ですけどそんな感じに見えますね。でちなみにこれ横からね、風が吹いても消えないと思います。ちょっと吹いてみます。はい、そうですね、上から吹くと消せるんですけど、横からだとね、全然大丈夫ということになります。では明るくします。はい、じゃあね、これで一回
消してみますね。はい、上から拭くことによって消えました。はい、ではせっかくなのでね、まだ、熱いんですけど、このろうそく、使いかけのろうそくをね、ちょっと取り出すという過程もね、そのまま動画で映しとこうかなと思います。まずホヤを外したらホヤと一緒についてきましたなんか、想定外のことがいろいろ起きますね、しかもね、今置く場所がないので仕方ないので、この台の上に置きましょう。はい、で、ここにね、セリアのやつをね、こう一個開けて乗せてみます。はい、なんか見た目はね、ほぼ一緒ですよね。見た目はちょっとね、大きさとか測った方がいいんですけど、これね、ほぼ一緒です。まあ、若干セリアの方が2ミリぐらい高さが低いかなっていうのはあるんですけど、で、また例によって芯が倒れてるんですが、はい、ほら、こんな感じですね。全然いけそうです。で、このくっついてしまったやつをどうやって取るかとなんかいろんなことが起きますね。はい、ホヤにくっついてしまったろうそくを出すというね、何なんだそれはというね、ちょっと変わったことをやってますが、せっかくなので動画にしておきます。はい、取れました、ね、ちょっとこう固まってましたね。はい、では改めてセリアの方に炎をつけます。つきました。なんか見た目一緒ですよね。で、またホヤを入るかな、普通に入ります。なんか全くね、同じ気がしますね。で、傘をつければ、はい、こんな感じです。炎のね、高さというか長さというかね、さっきと一緒ですね。8mm 9mm、 まあ状況によるんだと思うんですけど、大きな差はないというのがね、目測ではね、言えると思います。じゃあ、一回ねライトを消してみようと思います。はい、では LED も落とします。はい、どうでしょうかなんかね、鹿番長の純正品より明るくないですか。芯がね、長いせいかな。さっきね、なかなか芯に火がつかなかったので、周りのろうをねライターで溶かしてしまったので、周りがジャブジャブだったんですけどね、今度はそうじゃないから、ということかもしれませんね。よくわかりません。まあどっちにしてもね、100均だから暗いということはなさそうです。これいいですね。これはね、いいですよ。LED もね、いいと思うんですけどね、あとオイルランタンもね、とってもいいと思うんですけど、やっぱりキャンドルランタンはね、この炎の揺らめきというかね、こう吹けば消えそうな感じのね、なんて言えばいいんでしょうね、繊細な炎なんですかね、そんなイメージですよね。ちょっとうまく言えません。ただね、やっぱりオイルランタンのように、はっきりとね、こう燃えているっていう感じはないですし、まあオイルランタンの場合ね、芯がそれなりに太いのでね、で、まあ、灯油入れたりパラフィンオイルを入れたりしますけど、まあ灯油かパラフィンオイルかによってね、炎の燃え方がまた少し違いますよね。パラフィンの方がなんかこうふわっと明るくてね、可愛らしい感じで、まあ灯油はね、メラメラと燃える感じで、まあ、そういう違いがあるとはいえ、どちらともね、やっぱりキャンドルは違いますね。で、これで4時間使えるっていうのがいいし、まあ置いてね、使ってても、この下の部分はね、今触っても全然熱くないですから、特に危険はなさそうです。はい、火器ですからね、周辺に燃えやすいものと置いとくと、
注意が必要だし、特にこのホヤの上の部分はね、それなりにあったかいですから注意が必要だとは思うんですけどね、置いて使う分には特に心配ない感じなので、これはねいいですね。これはね絶対いいと思います。はい、安いですね。あとねオイルランタンよりね、ハリケーン型のランタンはね、どうしてもねデイツとかヒュアハンスとか買うとねそれなりにするじゃないですか。安いものでもね、まあ、通常2500円前後すると思うんですけどね、まあ、これはね本当に安いんだけど繊細なもの、うん、そういうのが楽しめるキャンドルランタンかなと思います。ホヤとか傘があることによってやっぱりこう風にちょっと強かったり、こう少しね光を下に反射したりしてますのでね、だからこの傘がない場合っていうのは見た目はね床にね映ってる影の部分はねそんなに変わらない感じかな、まあ、少し違いますね。やっぱり傘をすると下が少し明るくなりますから、やっぱりこう反射してね下が少しこうほわっと明るくなる、この土台の周辺がねどうでしょう、2センチぐらいの円ができる感じでね、スマホだとね捉えられないかもしれませんけど少し明るくなる感じ、とってもいいですね。これだけでねこう夜を過ごすっていうのはとても素敵なんじゃないかなと思いました。はい、アルコールランプの炎もいいですけどね、まあこっちの方が少し手軽ですよね。燃料アルコール液体のねアルコールのようなものを扱うよりはやっぱりキャンドルの方が簡単ですし、はい、持ち運びもね保存もね簡単なので、これはねそういう意味ではねとてもいいと思います。一回ね明るくしてみますね。この状態のまま明るくしますと、はい、こういう状態です。燃えてますね。ちょっと角度を変えてみます。上から映してます。ホヤを外すとこういう感じ。これはこれでいいですよね。ただねホヤじゃないな、傘を外すとこういう感じ。傘を外してるときはねこのハンドルをね下げとかないとねパターって倒れちゃう、うん、この状態もねとってもいいと思います。これもいいですね。で傘をつけるとこんな感じ、はい、ここがね少し影ができますよね。傘がない時とある時でこう反射してる、これねこの影はね LED の影なんですけどね、ちょっと LED を消してやってみましょうか。はい、今ね傘をしてる時のキャンドルの明かりだけです。でこれを外すと傘がない時、上にね光が来ますのでね、スマホでもね明るくなりますけど、炎がね、傘をかぶせてやることによって、はい、上は眩しくない。でこう横がねこうちょっと広く明るくなる感じですね。素晴らしいんじゃないかと思います。ちょっとつけてみます。キャンドルランタンをずっと灯しててあることに気づいたのでねご報告します。このねロウの部分が全て溶けてもう完全に透明のね今液体になってます。パラフィン、液体のパラフィンに変わってますね。もともとロウだったので白くってね硬かったんですけど、完全に溶けて液体状になってますので白い部分が全くないです。すごいですね。ちょっと驚きました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。